こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。レタスが美味しい季節です。今回はレタス丸ごと使い切りでフライパン一つで作れてとても簡単、お財布に優しくて高タンパクの鶏胸肉を美味しくいただけるレシピをご紹介します。実はレタスと鶏胸肉の組み合わせはストレスケアや快眠にとても効果的です。その理由についてもお話しします。ぜひ最後までご覧になってください。レタスと鶏胸肉のうま塩蒸しを作ります。材料はレタス、鶏胸肉、片栗粉、生姜、ごま油、塩、鶏ガラスープの素、そしてトッピングにすりごまです。まずレタスです。レタスがね、結構外側の葉っぱがかなり大きいですけれども、硬そうなところだけ取り除いていただいて、あとはすべて丸ごと使い切ります。まず半分に切って、そして外れるようなね、葉っぱ、外側の葉っぱ 2,3 枚を丁寧に洗い、あとは全体を洗って水を切ります。レタス丁寧に洗いました。レタスはですね、もう手で大きめにちぎってください。もうこんな感じで大丈夫です。結構大きめにね、切った方が余分な水分が出にくいし、またレタスの食感も楽しめると思います。本当に大ぶりね、ザクザクで大丈夫です。そしてこちらの方もね、もう内側の方とこう外して、この辺はもうこのままで大丈夫です。ちょっとこうバラバラにする程度ですね。そして内側の方もう半分か3分の1程度ですかね。そして芯の部分手で取り除いちゃって、で根元のギリギリのところまでね、葉っぱを外し、同じようにこちらも内側のところはもうバラバラにするだけで大丈夫。そして外側のところは 2,3 等分に分けておきます。そして鶏胸肉です。鶏胸肉はね、高タンパク低脂肪で本当にヘルシーなお肉なんですけれども、皮の部分は取っても使ってもどちらでも大丈夫です。今回ね、ちょっと中途半端なので取り除いてしまいます。一緒に脂肪のところなんかもね、外れますので、皮はどちらでも大丈夫です。鶏胸肉はレタスの食感と揃えるという意味で、あんまりゴロゴロ切るというよりは少し薄めに削ぐようにカットします。こんな感じでね、少しね、薄めにカットしてあげた方がレタスの葉との相性がいいと思います。こんな感じでね、カットしていってください。それでは調理をしていきます。フライパンにお水1カップを入れます。そして中火にかけます。もうあらかじめ全部調味料を入れてスープを完成させてしまいます。お塩と鶏ガラスープ、ごま油、おろし生姜です。そして先ほどカットした鶏胸肉に片栗粉をまぶします。そしてスープが十分煮立ったところに片栗粉をまぶした鶏胸肉を入れていきます。この薄い片栗粉の膜が鶏胸肉がパサつくのを防ぐ重要な役割がありますので、ちょっとひと手間なんですけれども、ぜひこの片栗粉をね、まぶすという作業やってみてください。ここであらかじめ鶏胸肉の方に火を入れておきます。ちょっとね、煮汁の方も片栗粉で軽くとろみがついてきました。で、色が白っぽくなってきたタイミングでレタスを入れます。レタスにもね、少しお水がついてますので、このレタスについている水分とこのスープで軽くレタスを蒸していきます。そしてちょっと蓋をしてね、全体を蒸します。もうレタスは生で食べられるお野菜なので、本当に軽く火を通したぐらいが一番美味しいです。あんまり長くね、加熱してしまうと今度ぐしゃっとしてしまいますので、このわずかな蒸し加減で仕上げてみてください。1分半から2分ぐらい経ちました。あとは全体を煮汁に絡めるようにしてレタスに火を通していきます。もうスープがね、とろみがついているのですごく絡みやすいです。レタスのボリュームがしんなりして少し透明感が出てきたらちょうどいい加熱加減です。ここで火を止めます。
最後にすりごまをたっぷりと乗せれば完成です。レタスと鶏むね肉が快眠やストレスケアに役立つ、その相乗効果についてお話しいたします。レタスには睡眠に効果があるラクチュコピクリンという成分が含まれています。レタスをカットすると出る白い液体はラクチュコピクリンという苦味成分です。鎮静作用があると言われ、自律神経を整えてイライラした気持ちを落ち着かせる効果が期待できます。また眠りを促す働きもあるため不眠解消に役立ちます。鶏むね肉にはトリプトファンとビタミン B6 が含まれ、ストレスケアに有効なセロトニンや眠りのホルモンメラトニンの材料になります。またイミダペプチドという高い抗酸化物質や安眠効果のあるビタミン B1 も含んでいるので、レタスと一緒に食べ合わせることで疲労を回復させ、心が落ち着いたり質の良い睡眠に役立ちます。レタスを蒸すとたっぷり量も取れるので効果的です。レタスと鶏むね肉のうま塩蒸し、お味をお伝えしたいと思います。レタスってサラダで食べるのとはもう別物ですね。いただきます。本当にさっぱりといただけます。レタスのシャキシャキ感も生きていて、鶏むね肉もふっくら仕上がっています。この塩と隠し味の生姜、そしてごま油にすりごま、本当にシンプルな味付けなんですけれども、コクと旨味が感じられてすごく美味しいです。ちょっとあんかけ風にね仕上がっているので、口当たりも柔らかくていくらでも食べられそうです。ぜひレタスが美味しい季節に試してみてください。今回は快眠やストレスケアに役立つレタス、そして鶏むね肉を使った簡単な蒸し料理をご紹介しました。テーマはね、ストレスケアとか快眠なんですけれども、結構ヘルシーな材料だけなのでダイエットメニューにもおすすめです。またサラダとは違ったレタスの美味しさ楽しんでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。